六甲山、トンネル南側入り口六甲有料道路を含む、阪神地域の主な有料道路六甲有料道路は、1967年に開通した六甲山を貫いて、兵庫県神戸市北区、有野町から名田区港和を結ぶ延長 7.8km の有料道路である。神戸市道路公社が管理している。区間の大部分を六甲山トンネルが占めている。 兵庫県道95号灘、三田線及び六甲有料道路の一部で東西に長く伸びる六甲山の南側と北側を結んでいる。トンネルは二車線で、ほぼ直線で六甲山を南北に貫かれている。中腹に建設されたトンネルであるため、南側入り口まではヘアピンカーブや傾斜のきつい途半が連続する。 市街地中心に直結している阪神高速32号、新神戸トンネルに比べ通行料金が比較的安価であり、直結する六甲北有料道路や阪神高速7号北、神戸線を通じ中国自動車道や山陽自動車道へ接続しており、市街地を通過せずに、神戸淡路鳴門自動車道などへのアクセスも可能であることから、通行量は比較的多い。 北側料金所付近で、裏六甲ドライブウェイと、南側トンネルで入り口付近で、表六甲ドライブウェイと結ばれている。ただし、北側入り口からトンネルに侵入した場合、南側出口での車線の関係で、山上方面への表六甲ドライブウェイには直接、乗り入れはできない。なお、軽車両以下及び徒歩での通行はできない。六甲山を南北に縦断する。 道路トンネルとしては他に、新神戸トンネルが新神戸と三ノ谷間、西宮北道路が、西宮市都道、船、坂町を南北に貫いており、足湯ドライブウェイも足足神戸市北区、有馬町間を、六甲山頂上付近下を抜けるトンネルがある。また、六甲山を東西を結ぶ道路トンネル群には、山麓バイパスがあり、2018年4月1日に、無料開放された。 西宮北道路を除きいずれの道路も有料トンネルである。料金所は南側入り口、北側入り口で、それぞれゲートが存在していたが、現在は北側入り口側に集約されており ETC の利用が可能である。また時間帯で通行料金が区分されており、朝夕210円、換算時間帯は100円である。2002年6月1日に、 料金体系の見直しがあり、朝夕のラッシュ時以外の料金が乗用車、軽自動車、二輪が半額になるとともに思って、裏六甲ドライブウェイは無料化された。この記事は以下のカテゴリでも参照できます。六甲山トンネルに関するカテゴリ、ありがとうございます。